韓国推薦入試どうなってんだっていうのが来たんですよ。ああ、そうですね。まあ、ぶっちゃけあるんですか、推薦入試。めちゃくちゃあるんですよ。まだ推薦入試がマッチ割になってるんで、逆転したんですね。はい、でもまあ同じことはもしかすると日本に起きるかもしれない。その政治家とか、まあ、その社会抗議の人たちの裏口に入学。わお。とか、一般の人たちは賢いけど、推薦の人たちはあんまり賢くない、学力がないから、だから学力が下がっていくんじゃないかっていう、すごい心配ですけど。韓国だともう頑張るの勉強するのが偉いっていう、まあ、そういう、まあ、風習とは言いません、ね、そういう空気感みたいな漂っていますね。では始まりましたモテチャンネルです。今回はですね、再び AI 博士のカリさんにおいでいただきましょう。なんとですね、今回はね、まあコメントにいっぱい来た韓国の学歴についてですね、前回は医学部について話したんですが、うん、僕は韓国の庶民なので、僕に基本は大体答えられるんで韓国ね、分かってね、韓国でやればいいですね、うん、まあ、韓国が F ランがたくさんあるってことはまあお伝えできたんじゃないかなと思いますね。韓国出張ね、やったら僕らね、通訳として行ってね分かってるの、うん、いやでも僕らも韓国に行ってもう殺されそうですよね確かに、うん、そうそうね、若手 TV だって4世すごいのに4世をすげえバカにしてる。韓国人すごいね、直上傾向型と言いますかね、はい、すごいなんかもう自分が思ったからそのまま行ったりとか行動するタイプなので、うん、本当にまあ殺される危険性ってすごい高いと思うので、ちょっと韓国で若手 TV みたいなところでやりたくない。だからまあここ日本でこそっとやってるという。こそっと。なるほどね。いやいや、世界に発信して。韓国からのその留学生たちがちょっと見ていたりして。はい、それはまあ、ありがとうございます。見ていただきました、うん、ありがとうございます。今回はですね、やっぱ質問が来たんですけど、うん、韓国推薦入試どうなってんだっていうのが来たんですよ。そうですね、まあ、ぶっちゃけあるんですか、推薦入試。めちゃくちゃあるんですよ。というか推薦入試がほとんどですね、今と8割が推薦入試で、むしろ2割しかないんですよ、あのセンター的な立ち位置のものって、はい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 、韓国だとこの8割を占めるものをジョン氏あるいはスヌって呼んでて、それがセンター、はい、該当するに該当するものでして、あ、はいはい、まあ、一方でこの推薦入試のことは寿司って言うんですけれど、まあ、これがもう今ほとんど占めています。20年前ですと確かに推薦入試は少なくて、おいおい、むしろセンター的なものが8割だったんですけど、はい、それがここ10年前でもその半々になって、今だと推薦入試が8割になってるんで、逆転したんですね、はい、でもまあ同じことはもしかすると日本に起きるかもしれないです。今もう東大だって今推薦入試100人とか取ってるわけじゃないですか、はいはい、だからこういうのはどんどん進むかもしれないので、これはまあそれを考える上でもいい動画なのかもしれない。これはなんでなんですか、やっぱり批判が来たからですか、受験戦争に。そうです、多分2つあると思っていて、受験戦争に批判が来た、特にまあ地方とそのソウルの中と圧倒的な差があるので、はい、結局まあソウルのやつらばっかりもソウルのいい大学行ってみたいな、うん、そういうのを永遠と繰り返すんで、富の格差みたいな、そういうのがどん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 、ね、広がってばっかりという批判があったっていうのもありますし、あとはその政治家とか、まあ、その社会抗議その人たちの裏口に入学、はい、わお、ぶっちゃけこの推薦入試ってものすごい向いているので、まあ確かにそれ向いている金持ってれば持ってるほどもいろんな活動できたりと、あるいはコネでなんか、まあ、ちょっと名前だけ入れてもらったりしたりとかして、まあ、いくらでもそのポートフォリオっていうね、ポートフォリオってもう増やせるんじゃないですか。上級国民ってやつですか。そうです、まさにまあそういう感じですね。だからもう車でもうちょっと人ちょっと引いたってしてみたいな。すげえすげえこと言っちゃった。はい、まあまあまあ、はい、ありますもんね、うん、そういう事件もね。じゃ実際推薦なんですか、いろんな種類あるんですか、指定校とか。推薦って2種類ありまして、はい、まあその先ほど言ったポートフォリオで決まるものもあれば、はい、あとはその高校での成績のみで決まるものがありますね、はいはいはい、だから高校での成績のみで決まるものは確かにまあ地方とまあその、まあ、そうソウルとか首都圏とのまあその学歴差みたいなのあるんで、うん、まあ、それを補正する上でまあ確かにいいかもしれないなと思うんですけど、このポートフォリオの方はまあ科学オリンピックとかでまあ受賞したとか、そういうのだと例外ですけど、はい、結構そういう裏口入学の手口としてまあ使われていますね。すごいぶっちゃけますね、まあ、ぶっちゃけでそうですね。これで、そっか、そもそもみんなあれですよね、予備校とか行くんじゃなくて学校の勉強でやるんですよね。予備校めちゃくちゃ行きます。あ、予備校行くんですか。めちゃくちゃ多いです。はい、なんかもう朝から晩まで学校で勉強するって聞いたんですけど。そうですね、まあどっちもあります。朝から晩まであるけれども、まあ、その間にまたまあ塾も行くって感じですね。基本的に塾は行くと思いますね。はあ、両方やって、はい、すごいですね。だからまあ基本まあ韓国でも1日15時間16時間、うん、もう勉強するのは当たり前なので。はあ、
学校の成績取るのってどうですか、大変なんですか、それとも簡単なのか。あ、なんか学校のテストってだから、コツコツまあ3年間頑張ってきたという、まあ、証といった感じですね、はい、じゃあ中学終わって高校1年からがっつり勉強する、はい、そうですね、だから高1から高3までずっとなぜ成績が管理し しないといけないんですね。はあ、ではまあそれがもう無理な場合だとやはり一般的なセンターを受けてというふうに、まあ、そっちの方にまあ集中するしかないって感じですね。でもそっちがどん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 もう狭くなってきて枠が減ってると、はい、日本だとよく言われるのは日本の風民が日本の風民が言うには、はい、一般の枠が少なくなると、そこは一般の人たちは賢いけど推薦の人たちはあんまり賢くない、学力がないから、うん、だから学力が下がっていくんじゃないかっていうすごい心配をしてるんですけど、うん、日本の風味は、うん、どうなんですか、そういう心配はないんですか、韓国出ないんですかね、僕はちょっといろいろググって見た限りでは、はい、そのどっちから入ったにせよ入ってからのまあレベルの差はないらしいですね。へえ、そうなんですね、はい、あまり変わらないと。そうです、なるほど。その裏口の人たちついてけんですか。裏口の人たちはちょっと例外だと思うんですけど、はい、なかなかついていくのはない、うん、だからその裏口の方はすごい批判はまあ殺到していますね。あ、なるほど、はい、やっぱそういうのあるんですね、うん、まあ、ぶっちゃけ日本もね、はい、で大学の方は日本は出るのが楽ってよく言われるんですが、入るのが難しくて出るのが楽、韓国はどうなんですか、はい、どっちもむずいです。あ、入るのも難しいし、入るのも難しい、出るのも難しいですね。あと韓国だと就職する際に多分大学のブランドだけじゃなくて、そこでまあ学点と言いまして、はい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 、それまあ 4.3 とかその GPA ってあるじゃないですか、はいはい、それが高いかどうかってものすごい大事になってくるので、あ、なるほど、だからめちゃくちゃ勉強します。だから日本はまあぶっちゃけ東大とかじゃない限り、もう総計とかもう町とかもほとんどもう何も勉強してねえし、もうお酒ばけ飲んでもう遊び放題、ああ気づいたら4年終わってたみたいなやつらはまあ9割5分だと思うんですけれど、まあ、そういうことで韓国なくてみんなすごいやっぱ頑張ってるんですね。確かに高麗大 の、はい、あの勉強スペース、うん、いつも予約が必要なぐらい満帆でしたからね、うん、だから韓国だともう頑張るのが勉強するのが偉いという、まあ、そういうまあ風習といいますね、うん、そういう空気感みたいな漂っていますね、うん、どこの大学もちょっとエフランとかだと例外かもしれないですけどなるほどね、そういう、うん、じゃあ出るのも大変と、はい、まあ、裏口の人を除いて、うん、やっぱ入ったら勉強と自習するから、はい、あとまあついていけないと結局もう退学せざるを得ないので、はい、そしてまたね就職でまたねすごい戦争が、はい、まあ大変ですね、うん、そう考えると大学に入るまでの戦いがあって、うん、大学入ったら今度就職するための戦いがまたあるわけですね、うん、だからこれ見たらまあ受験生たちである意味はその恵まれてると思うので、はい、まあ、受験さえは頑張ればいいだけなんで、だから一緒に頑張ろう。なるほど、日本の受験生たち向けて、はい、そう、ただ曜日とかもあるんでみんな見て勉強してね。すごい、こんな炎上しそうな動画でただ曜日の線で入れられたいやーすごいですね。いや、まあそれは確かにおかしくなっちゃう人がいるわけですね。それはね、うん、ノイローゼになる人多いって言いますからね。そうだ、日本も自殺する人多いですよ。日本よりも自殺する人多いんで韓国は。そうです、受験戦争ね、うん、いや、なるほど、まあみんなあんま手評価押さないでね絶対押すと思うけど、まあ、はい、いやでもこれ新たなね一面というか推薦は結局あると、うん、はい、まあある程度それはほとんどを占めると。なるほど、推薦はがほとんどを占めると。なるほど、はい、でまあこれでまたね韓国の人から多分違うわみたいなコメントも来るかもしれないですけど、うん、でも日本もこれがどんどんまあ広まっていくと思うんですね。なんでかというと結局まあ AI がこれだけ広がっていると、うん、ほとんど機械化自動化で代替されてしまう、みんなと同じことできるのってあんまり意味が価値がなくなってしまうので、なるほど、だから推薦入試でまあ一つ飛び抜けてる人を取った方が結局社会全体としてパフォーマンスが上がると思うので、だからまあそれを踏まえた上でまあ自分はまあ今後どう生きていくのか、まあ、そういう自分の立ち位置を決めていくのも大事なんじゃないかなと思いますね。なるほど、じゃあ韓国の風味は日本の風味と反対そうですね、僕は反対です。裏口とかあるにせよ、でも基本的にはそのポートフォリオとして、まあ、自分の確固とした希少価値を見出していくのが僕はすごい大事だと思っています。なるほど、これはいいですね。コメント欄が荒れそうですね、はい、今回はカルスタイルおいでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。まあ、東大博士とろすぎ笑ったみたいな史上初、学生の時に永住権獲得しましたよね。そうですね、そもそも僕なんで日本に来たのかというと、一番の理由はやはり兵役回避、兵役逃れの方、兵役免除がありまして、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.